はい、皆さんおはようございます。今日は普段メイクをご紹介していきたいと思います。それでは早速どうぞ。はい、ということで今からお化粧を始めていきたいと思います。はい、すごいすっぴんです。肌荒れてる。まずはカチューシャをつけて前髪が入ってこないようにします。よっしょ。はい、今日は下地ちょっとスキップしてしまってパウダー、フェイスパウダーですね、いきます。こちらセザンヌさんです。 UV クリアフェイスパウダー02番です。これすごいインスタとかでおすすめあったんで買ってみたんですけど、そしたらすごい薄付きで、あんまりこうしっかり、お化粧しない私にはとても向いてそうです。あんまりつけた感じもね、すごい軽いのでバレリーナ的にも汗かいた時と出来上がってる時の差が少ないっていうのはかなりポイント高めです。はい、お次も先にチーク塗っちゃいます。あ、こちら、はい、エチュードハウスです。品番がちょっとわかんないんですけど、私結構色黒イエベ系なんでオレンジ味のあるチークを使ってます。丸顔なのでちょっとこう斜めラインであんまり広げすぎないように、あとほっぺやった後の残りでおでこと顎も軽くポイントつけていきます。次またセザンヌさんですね。こちらパールグローハイライト01番シャンパンベージュ、これ多分もう皆さんご存知だと思うんですけど、本当にすごい上品なハイライトで、私はこの目尻くの字に入れてます。これ他の色とかも結構気になってるんですけど、残りで T ゾーン、唇の上下でベースは完成です。もうほぼ何もしてないですね。次アイメイクいきます。まず最初にビューラー、おっとっと、こちら一重奥二重用のビューラーですね。私これと出会って人生変わりました。本当に上げる前こんな感じなんですけど、いきますね。しっかり食い込ませてグッと、私結構まぶたがまつげの根元にかぶさっちゃうタイプの奥二重なんで、結構容赦なくいかないとまつげ上がらないんですよね。ガッチガチに上げていきます。で、あ、まつげ抜けた。ガチガチに上げるのにしっかりこう食い込ませて、根元、中間、毛先、3段階で上げていきます。はい、ちょっと薄いから見づらいな。左も上げていきます。こっちの方が分かりやすいかな。はい、そしたらフォトビューラーです。パナソニックさんの愛用してます。ちょっと電池少なくなってきて温まるの時間かかるのでもうオンにしちゃいます。で、次がアイシャドウ、こちらバビメロです。これ友達のゆかちゃんが誕生日プレゼントにくれました。すごいこうオレンジ系ですね、ブラウンオレンジ系でラメザクザクでマットも入っててめっちゃ使いやすいです。最近すごいこのゆかちゃん系ザクザクラメシャドウにハマってて、まあ今日はまずこちらですね。全体的にこれをいった後にオレンジいってみようかな。結構もう広範囲にいっちゃいます。もう奥二重はガンガンまぶたが中に入っていって全然見えなくなるので、アイホール全体がっちり、目が開いた時にもラメが見えるようにバチバチ、あ、見えないな。とりあえずざっくり塗っていきます。次オレンジいきます。
目の3分の1あたりに入れていきたいと思います。奥二重な、いかんせん本当にまぶたが中にどんどん入っていくので縦グラデがあんまりわからないんですね。そういう時にはこの横グラデというか目尻の方にちょっとカラーを入れて見せるっていうのをよくやります。本当ね、厄介なんですよね奥二重って。結構これでもかってがっつり色入れちゃっても奥二重さんの場合はそんなやりすぎた感じにならないので、えいっていうぐらい、あ、ちょっとだけ見えますねオレンジ。でこのまま同じ色をちょっとこの辺りにも入れていきます。だから目のこの辺オレンジって感じですね。うんうん、よきかん。やっぱパッチリ二重の人でカラーがつり入れちゃうと、あーこの人すごいってなっちゃうんですけど、奥二重って目の主張がすごい薄いんで結構思い切っていっちゃって大丈夫かなと私は思ってます。でこのちょっと白目を涙袋にも入れたいと思います。涙袋ちょっと皆無なんで気持ちね。鼻にらめ反対も目頭から黒目の外側ぐらいまでですかね。あとここ目のここだからくの字からのくの字って感じですね。うん、奥二重はくの字にカラー入れたりするのが本当おすすめです。でアイシャドウ完了。でそうこうしてる間にちょっとまつげ下がってきたのでもう一回いきます。日頃の奥二重の憎しみを込めてガッといってください。ガッと、私まつげに命かけてて普段メイクは奥二重ってアイライン頑張るよりもマスカラまつげ頑張る方が目大きく見えるんですよね。はい、いきます。キャンメイクのマスカラ下地です。これ多分使っていらっしゃる方めちゃめちゃいらっしゃると思うんですけど、ほんと神ですよね。私は一重奥二重用のビューラーとこのマスカラ下地でもう一本後にもマスカラするんですけど、それに出会って人生変わりました。下地が濡れたらもうその勢いでマスカラもいっちゃいます。はい、マスカラがこちら、ヒロインメイク、みんな大好きヒロインメイク。はい、これ最強ですよね。このキャンメの下地とヒロインメイクのマスカラの組み合わせはマジで間違いないんでおすすめです。はい、塗っていきます。塗るときはちょっとブラシをこう左右に揺らしながらつけるといい感じにセパレートになりつつ長さが伸びてくれるので、ぜひ小刻みに揺らしながら塗ってみてください。あ、今日まつげいい感じかもしれない。パチン。このまま下もいきますね。下ちょっとフレームアウトします。はい、なんとなく塗れましたかね。そしたら次ホットビューラーで整えていきます。これあの電池入れ替えたてほやほやの時鬼熱くなるので本当に気をつけてくださいね。電池入れ替えたての時はもう使う直前にスイッチオンしたらもう秒で温まるので、でその後ずっと使う時もオンにしっぱなしだったら温度がすごい高すぎて熱ってなるので、入れ替えたての時は使う直前にスイッチオン、マックス温まったら一回電源オフにします。私はじゃないとちょっとね目が危ないので。ただちょっとこれ電池が少なくなってきた時とかはもうずっとつけっぱなしでもちろん大丈夫なので、下もさっき塗った時みたいにちょっと引っ張りながらこうやって下に向くように、あ、こうやってたらまつげめっちゃわかりやすいですね。すごい伸びた。上まつげは上向きに、下まつげは下向きに、ありったけの思いを込めてホットビューラーでこっち向くんだよと
を流します。今日まつげいい感じだな。はい、結構マスカラだけで変わったの分かります？なんかちょっとこうお目目がパッと華やぐ感じ。はい、次アイブロウいきます。資生堂アイブロウペンシルです。あ、ちょっとピントがずれな。資生堂さんのアイブロウペンシルです。私は2番ダークブラウンを使ってます。結構ご覧の通りすごい黒髪で目玉も真っ黒なんですよ。だからまあブラックでもいいんじゃないのって感じするんですけど、ちょっとやっぱアイブロウは気持ち明るい方が垢抜けて見えるというかすっきりして見えるので、ダークブラウンを最近使ってます。一時グレーとかも使ってたんですけどね。眉毛結構長めに描く派。私眉毛は常々左右差がありまくる人間なので多少は気にしません。で眉毛ペンシルで描けたら次こちらキャンメイクミックスアイブロウ03番です。こちらのちょっとすごい、あ、そこ見え、そこ見え、そこ見えだ、中間色を軽くブラシにとって眉毛をこう逆なでするように、さっき描いたアイブロウペンシルでの線をぼかすように逆なでしてから眉毛に沿ってつけてます。そしたらちょっとなんかつかなさすぎずつきすぎずみたいないい塩梅になると私は信じてやってます。はい、眉毛できました。そしたら次アイライン、ちょっと今マスキングテープ貼っちゃってるんですけど隠そう。はい、メイベリンハイパーシャープライナーですね。これ本当におすすめです。めっちゃ細い線描けるので、まあそうですね、私バレーメイクする時もこれ使うんですけど、こうアイラインの最後のこういうここに命かけてるんで、こういう線が綺麗に描けるのはやっぱ細いやつですね。これはもう本当にずっとおすすめされてから使ってます。ちなみにこれおすすめしてくれたのはさっきアイシャドウをくれたゆかちゃんなんですけどね。はい、ありがとうゆかちゃん。いきます。アイライナーはもう目尻にシュッと引くだけで奥二重全部引いても見えないので、あ、良きかな、良きかな。はい、もう本当にね目尻のここしか引いてないです。でまあ気分によってはこの黒目の下粘膜描いたりするんですけど、今日はなしでいきたいと思います。でほぼ完成してます。最後にリップですね。はい、ロート製薬みんな大好きメンソレータムメンターム。でしっかり保湿して、最近お気に入りの化粧品がもう一つあっていきます。はい、こちらドンドンシャネオ。こちら先月2月に公演あった時にお疲れ様ということで、私の大好きな先輩カップルがプレゼントしてくださいました。アイシャドウもあるんですけどまた今度ご紹介しますね。こちらシャネルさんルージュココ434マドモアゼルっていうお色味で、結構ねベージュ味のある色ですね。私自分だったらあんまり選ばないような色なんですけど、これがなんとすごい自分で言うのもあれですけどマッチするんですよね、この私のジグロ度合いと。塗っていきます。こうさっと塗るだけでスッと色づくの分かります？この発色かわいい。はい、で普段メイク完成です。あ、カチューシャ、ちょっと髪の毛はすごいんですけど今日はもうこのままで。はい、完成です。今日のポイントはアイシャドウですね。バビメロのオレンジ目のものを使いました。うん、良いんじゃないでしょうか。はい、ということで普段メイク出来上がりました。ちょっと省略しちゃってる部分もあるんですけど、まあ大体はこんな感じです。今日の動画が少しでもいいなと思った方は高評価チャンネル登録ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画まで、お元気でお過ごしください。